今日も誰かの誕生日よ。どうもお晩でございます。2022年が終わり、2023年がいつの間にか始まってました。まあ、そんで無事に誕生日もお祝いですね。皆さんお祝いしてくださった方ありがとうございます。まあ、ちゅうことでですね、この動画は去年の反省と言いますか、今年の決意表明と言いますか、ご報告と言いますか、というところでございます。去年のまあ反省にもなるんですけども、去年ねめちゃくちゃ嬉しいお仕事をいただいたと。それが、私はこう宮城でお仕事するのが夢の一つだったんですけども、それが叶ってベガルタ仙台さんのアンバサダーに就任させていただいたわけですよ。で、就任式も参加させていただき、最終戦とかも見に行かせていただいたんですけども、でも活動内容としては全然活動できなくて、というのもこうなったはいいものの、何をしたらいいのか、何ができるのかっていうところがまだ何も固まってなかったんですよね。だから固めてからこう本格的にやっていきましょうっていう感じだったんですけども、シーズン中には固まらずですね、オフに入りやっとこう、うん、固まったってことですね。ということで、2023年からはしっかりどっぷりがっつりベガルタ仙台さんのアンバサダーとして活動的になります。で、早速ですね、実は今ベガルタ仙台さんは宮崎のキャンプに入ってるわけですよ。でね、なんかちょっと、うん、ベガルタ仙台さんのキャンプ行きたいなって言ったら、こらいん来たら行っちゃちゅうことで、2月初めに宮崎キャンプの方に行かせていただきたいと思っております。初宮崎よ。よくね、宮城と宮崎って間違えられるよね。宮崎の人も間違えられるでしょ。あるあるなのよ。宮崎のね、延岡市。そんでもって、今のね、私の強みは動画を撮って投稿することかなとも思いますので、宮崎に行ったらいっぱい動画を撮らせていただいて、ここで投稿させていただきたいと思っております。もう数日後にはちょっと宮崎に行かせていただくので、これ実はちょっと選手の皆さんとお会いするのも実は初めてでございますんで、すんごく緊張しております。ちょっと邪魔しないように、こう取材と言いますか、回しさせていただけたらなと思います。まあすいません、ごちゃごちゃ言ったんですけども、私としてはですね、まずは今年1年間アンバサダーとしてのお仕事を全うすることと、やっぱりずっと応援していらっしゃるサポーターの方々がいるわけなので、その方々に失礼がないように一緒に応援させていただけるよう、そんでもって私をきっかけにベガルタ仙台を知って応援しようって思ってくださる人が一人でも多く増えることを目標に頑張っていきます。ということで、宮崎が楽しみですね。自分も楽しみながら行ってきます。また後日動画を出しますので、おします。では本日も聞いてくださってありがとうございます。で、まず